結構はね、5回、はい、5回ですわ、ここででもね、見た目の色は綺麗です。それから、あの、そうそう、おしっこもさ、バイト皿のお皿というか、トイレでしてくれるからいいですわ。白血球も本当に高さんとないぐらいは。あ、はい、他はいいですから。だからかそろそろ回数が落ち着いてもいいような気がするんだけど、まあ、もともとさ、申し訳ないけど、この泌尿器ちょっと弱いんですよね。それもあるかなとは思うんですけど。で、まあ、一応ご飯は50、30ね。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあこちらね。はい。で、あの、まあ、多分吐かないと思うんですよね。明日の朝はね、いつもの感じでいくと。だからおしっこの回数だけですが。はい。で、今日の夜はまだ点滴してるからさ、多いんだけど、はい、明日の朝からの様子がね、まあ落ち着いてれば1日空けてほしいかなとは思うんですけどね。いつも、普通の日、点滴しない日は5、うん、6回します。ですよね。だから朝からちょっとさ、はい、たくさん、うん、する頻尿みたいな感じがあるんだったら、やっぱ必要、まだ治療した方がいいか、明日来てもらって。もし例えば、ね、お昼ぐらいに、うん、だったらいいですか。おしっこが何回かその時にしたらどうしたらいいですか。うん、お昼から。お昼から。例えばまあ。例えば1時、2時、3時だと。そういう時は夕方。うん、夕方かも。その時はさ、明日何曜日？土曜日。土曜日。で、日曜日週末入ってるから。じゃあ明日来といた方が。でもだってあそこ、そう、今度は月曜日やってんだよね。あ、今度は月曜日。実じゃないもんね。今日も2日だからね。はい、できれば日曜日は外れた方がいい気がするんで、じゃあ明日もう一回来てもらいましょう。それで日曜日外して、あの月曜日にしましょうか。はい、はい、わかりました。大丈夫です。ちょっと連日だけ大変だけど。はい、履かなくても、うん、おしっこが、そうそう、出てくるということで。そうですね。はい、じゃあ、まあ出てるは出てるからさ、発見っていう。でも減りました、だいぶ。あ、ありがとうございます。最初はすっごいいっぱい出てたからさ。またなるんでしょうかね、しばらくしたら。うん、なる可能性あるね。そう、だからこれさ、要は今2週間に1回抗生剤売ってるんだけど、それだけで抑えきれてないんだよね。それにプラス、あの、朝晩アモキシリンって抗生剤売ってると、うん、コンビニアと、で、それにも今回もう1個かぶせてるんで、あの、オルビフロキサシンっていうのをね。そう、そうなんですね。だからなかなか大変なんですよ。うん、じゃあまあ明日は9時半までに来なきゃいけない。いや、10時、11時ぐらいでもいいんですか。いいですよ、10時。いいですか、別に10時過ぎ、10時過ぎでもいいですよ。いいですか、はい、わかりました。またね、夕方はまあ6時までお預かりできるんで、明日はね、はい、そうです、明日6時、うん、はい、じゃあすいません、はい、じゃあまた明日よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。